はい、カナレバは緑地のパート3最終回です。終点で折り返し、帰路についています。こっち側の道も本当に綺麗ですね。ここはどうしても信号のあるところまで行かないといけません。信号待ちが長かった。さあ、帰りは池谷川を通ろう。ここも綺麗に整備されてるね。イケアができる前は喫茶店か何かがあった気がするんだけど、ここにも家が建ってるんだね。イケアの近くはほんと綺麗に整備されてる印象。さあ、車道はうまく渡れるかな。車多いな。よし、今だ。車が詰まって渡れたけど危ないから、やっぱり信号のところまで行って渡るのが正解だね。さて、ここも行きに通ったのとは反対側ですが、ちゃんとコースありますね。こっち側にはベンチとかないのかな。イケアのところ以外の車道は交通量少なくて安心だ。こっち側の道の方が自転車向きかも。でもやっぱりベンチの設置とかはない感じか。
うん、やっぱり自転車で通るならこっち側の方がいいかな。交通量が少ないといっても、車道と交差する場所は注意してね。あれ、続きがない？それじゃあ、こっち行ってみる？あ、ここにある。ちょっと意外な展開だな。てか、雨が降ってきたな。確かに天気は良くないけど、雨が降ってくるとは思わなかった。これ以上、強く降らないでね。あれ？ちゃんと池に通った道の対岸側にいるね。さっきのところは川の合流地点だったってことかな。まあそういうことにしておこう。けどここに来て急に人とすれ違う機会が多くなったな。たまたまなのか？あ、ベンチ発見。しかも行きの道のより立派なやつだ。とりあえず雨が強まることはない感じ。そろそろ終わりかな。そうだね、出発地点まで戻ってきた感じ。対岸側がスタート地点だな。はい、では金荒川緑地もこれで終了です。なんとなくですが、個人的にはキロの方が自転車散歩向けなのかなって感じがしました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。